はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は精鋭選手ピックアップガチャを引いていきたいと思います。デビューキャラとして降臨虹谷と、修羅騎馬ということで、まあ、虹谷と騎馬の別バージョンですねが登場しております。で一応まあざっくりと見てみます と、騎馬の別バージョンですね、金徳が速球プライドと、あとオリジナルストレートもね、覚えられて、でちなみにこの2つはですね、まあ、一応同時に取得可能ということにはなってます。まあ、絶対とは限らないと思うんだけどね、ちょっと修羅騎馬とか俺使ったことないんでよくわかんないです。であとは虹谷の方ですね、虹谷は金徳が鉄仮面になってるのと、あとオリジナル変化球の、エンジェルフォールだっけ読み方のどっちか、これはどっちかですね、どっちかを覚えることができます。でコンコツはねもちろん持ってて、まあ、ただ虹谷に関してはね、なんか上位互換ではなくむしろ下位互換みたいな感じも言われているんですけれども、まあ、一応今回他にですね相棒ピックアップガチャもまだ引いてなくて、でただこれまあ両方は引けないかなということで、まあ、精鋭選手ピックアップガチャを引いていきます。あと闇野もね俺持ってないんで闇野も欲しいんですよ。とあとあのエビルのね作チャレが、まあ、やるよというのが発表されて、ちょっと特攻イベキャラの3のところにですね、まあ、修羅騎馬と虹谷がおりますので、まあ、どういう編成、そもそもピッチャーでやっていくか野手でやっていくかっていうのもまだ全然決めてないんですけれども、まあ、この特攻イベキャラ3とかを見つつ、まあ、今回のガチャ引いてね、でちょっと編成考えていこうかなと思いますので、今回は精鋭選手ピックアップガチャを引いていきます。まあ、そんな感じで確定枠の50連までは引いていこうかなと思っています。まあ例によって単ガチャ1回やってから10連の方に行きましょう。ポンと、ここはバナーが出るんで、とりあえず騎馬の PR か。騎馬はね通常バージョンの SR プラコは結構余ってるんでまあ SR1 枚でも手に入れられれば、まあ、プラゴには持っていけるのと、まあ、仮にね PSR 出たらどこまで持っていけるかっていうところですね。では最初の10連目、ここはバナー PR で SR の出現率が2倍ですね。まあ、その代わり安く引けますと。あ、虹が来た。とりあえず SR は入ってる。キランはない。1個、ここはナッチか。ナッチもね PSR 全然解放できてないからね、欲しいは欲しい。あ、シドレミちゃんじゃないか。エプレミちゃんの PSR もねまだそこまで解放されてないんで、まあ悪くはないと。では、20連目、ここは SR が確定ですと。虹谷とかねどうなんだろうね、まあ折り変キャラを作りたいっていうのだったらありかもしれないけど、2つ、騎馬、とりあえず騎馬ゲットですね。あー、やったやった、闇のゲット、 OKOKOK、 闇のはほんと欲しかった。うん、まあ普通の虹谷、あ、そっか、これ普通の虹谷も解放できるんだよね、よくよく考えれば。最悪ね、虹谷はね PSR を持ってるんで、そっちをね鍛えていきたいんですよね。で30連目、ここはバナーが出ますと。騎馬はどうなんだろうね、一応オリジナルストレートと金徳を覚えられるっていうので、オリジナルストレート狙ってもいいと思うんですけど、また同じ位置に2枚で騎馬、武田くんとか武田くんとか、一応帝王武田くんがね特攻1ではありますけどいますからね、まあ、使わないけどね。では40連目、ここは通常の SR、 さてさてここは1個、まあ、結局ね量があってまた騎馬かよ質がね問題だからね。そんなね、さっきのねマキシマムとかがいっぱい出ても困るし、桜の宮とかがね出てもね
きらめきに変わるだけだから。では、50連目もいきます。ここはバナーですね。ナッチが出てないね。ナッチが SR の、そもそもね SR のナッチの母体がないんですよね。 PSR に突っ込んじゃったんで。闇のか、よし。闇のはやっぱり鍛えていきたいからね。 PR とかも大して溜まってないはず。一応ちょっと見てみますか。試合経験点ボーナス持ってて、タックが80の20のって変化球ボーナスがあって、得意練習率アップで、さらに45になるとね練習効果アップ15がつくんで、やっぱり45まで鍛えたいよね。まあ、そんなところで、まあ、一応ね今回闇のを手に入れることができましたので、まあ虹谷はいないけど、まあ、そこまで欲しいかって言われたらそうでもないからね。完全にエビルサクチャレ用にちょっと引いてみようっていう感じだったんで。でもどうだろうな、これだったら結局ね女の子キャラを入れろっていう話になってるんで、で3人ですね、女の子キャラ入れろっていう話になってて、特攻さんに女の子キャラはモネちゃんしかいないんですよね。で特攻さんで固めようとすると、まあ鳴海入れて、まあ、虹谷入れて、キバ入れて、モネちゃん入れて、123これで4人でしょ。であとその役割分担もね入れなきゃいけないんで、まあ、そういうところを考えると、まあ、特攻2でちょっと固めて野手でやってもいいんじゃないかなと思いつつ、ちょっとまだねそこまで考えてないんで、いろいろ試しながらやっていきたいと思います。まあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。そう、このねスペシャルなイベキャラもね、結局こいつに全てがかかってるからね、やる気出るかどうかっていうのは。はい、じゃあこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。